クラブワールドの関田直美とおります。今日は、御徒町にありますインド料理レストランハルシュからお送りします。で今日はですね、インドのお話を、ラメシュさんに伺いたいと思います。じゃあラメシュさん、ちょっと自己紹介と、はいはい、こちらのお店の、紹介をお願いします。はじめまして。ラメシュと申します。1971年生まれ。そうですね。インドのニューデリーに、現在いるんですけれども、はい、私はデリーから、350キロ離れた山奥から、デリーまでお父さんが仕事が見つかって、来てで、一緒に私たち家族と一緒にですね、来まして、そこから、いろいろな細かい話がありますけども、デリーに来て、日本語を勉強して、日本語を学んで、それから日本に渡ることができまして、本当に田舎にいれば、もう虎が出る村に住む、はい、本当に冗談じゃなくて、ベンガルトラ、ベンガルトラが出るところに、住んでますし、あんまり夜、一人でうろうろすると食べられちゃうというところに住んでて。ちょっと待ってください。でも、とにかく、今ですね、お話は普通に始めたんですけど、はい、日本語がめちゃめちゃうまいですよね。いや、それは勉強させていただいて。日本人じゃないかっていうぐらい上手ですよね。ありがとうございます。まだ、ね、もっと。さらっと話してもらっちゃったんですけども、デリーから350キロ離れた北の方、ヒマラヤの近いところに、ヒマラヤも見えます。見えるか。そこの、近くに生まれて2番目としてね、兄貴がいて、私がいて、またちょっと2人弟がいるんですけども、そこから、デリまでお父さんが仕事ができて、そうですね。なんでそんな日本語できるんですか？日本語は、まだ私がね、自分では完璧と思ってませんし、いや日本人より上手いんじゃないですか。そこまでではないと思います。まだ恥ずかしいです、時々はですね。でも普通に喋れると私は自信がありますし、もっともっと勉強したいとは本当に思ってます。正直の話、私の日本語は上手と言われて嬉しいけれども、ただ毎日日本人と喋っていると、一つか二つか三つか単語をうちに持って帰ります。必ず覚えて帰ります。だってこう話してて、よく外国人の人と話してて、多分わからないからこうやって言い直そうかなとか思うんだけど、ラメシュさんには全然聞いてたない。全部わかるだろうなって思う。私は自分のマイナス痛くありませんけど、やっぱり場合によって取れなくても意味は通っちゃいますから、全体として。なので、その時の単語をお客さん、日本人に直接聞いたりしますので、勉強好きかもしれませんですね。すごいです、はい。だって日本で勉強してないんですか？日本で勉強するほどに恵まれてなかったですね。インドで、インドで夜間学校、夜の学校行って、で、家帰って、週2回だけだったし、それも1時間半ですから、すごいです。週の3時間で、2年で中退しまして、でもそれすごいでしょ。そのぐらいで覚えない人もいますけどね。でも日本が好きだって。日本は日本語を勉強してから日本のことを勉強したんです。もともと日本が好きとか日本語を勉強したいって、日本語を勉強してから日本のことを徐々に学んできました。日本語の勉強とか、なんで日本に来るようになったかとかも、その辺もまたちょっとお話聞きたいんですけど、今日は、もうちょっとね、インドのツアーのこととかも聞きたいんですけど、ハルシュ。ハルシュ、そう。今日、このお店ですね、今お店の中から。直美さんがここに来ていただいて、ここで、私のね、こんなんですけども、インタビューしていただいてるのは、御徒町にあるインド料理、ハルシュと言いまして、もちろんグルナビでも出ますけども、うちの弟が、私がインドで、2番として生まれて、兄貴がいて、私がいて、弟がいて、もう一人末っ子の弟っていうのが、ハリシュと言いますが、彼が、このレストランをやってて、で、私が海外に出て、留学したくて、勉強したかったんですけれども、そこまで私恵まれてなくて、自分で私がお金を貯めて、それの人に、投資というか、ラメッシュさんがお金を
出してタルシュさんを日本 に, 日本にあの私の代わりに自分が行けなかったから、うん、まあ、私の弟はね自分の息子だと思ってこっちにあのやって、で彼がまあこのハルシュをおかげさまで今で8年目なので8年やってますので、あのぜひ、うん、あの繁盛させて、ね、ぜひあの本当御徒町の駅からすぐですよね。すぐもう1分かかるかかからないですね。A の8、地下だったら A の8で、JR だったら北口ですぐ来れますので、はい、徒歩1分ぐらいでした。ありがとうございます。本当カレーも美味しいし、うん、あのミルクティー作ってくれます。私は自分のところは褒めたくないからね。もし本当の美味しいの食べたければインドまでどうぞ。あの私の家まで今日は、ね、そのインドへ行こうって来てください。お願いします。まあでもここもね、あのすごくインドの雰囲気もあるし、うん、あの働いてる方もね、そうですね。ね、インドから来られてる方、スグランとか、ね、ザラシガディ、ナマステがナマステ、シェフのスグランがいつもより美味しいの。あ、ナマステ。こんにちは。ソノブリア。ソノもね。ソノも来ますね。まあ、あの2人は、そういう。あのちょっとうん、で私の紹介というのはそんなもんで、もちろんその私の日本まで渡ってきた間にいろんな、まあ、私のストーリーがありますけど、まあ、今回そこまでの、ね、お時間がないでしょうけれども、まあ、面で、今回はあの今度私のすごい、先生、はい、すごい先生カズ先生ね、はい、と一緒に、まあ10月にですね、インド行く予定にしてますので、今度行くところは本当に普通、まあ、日本で私もいろいろ回りますけども、パンフレットでなかなか載ってないようなところで、スリ、ティルワンナマライというね、南の方ですよね。ちょっと今チェンナイからすぐ近いと。地図をね、ちょっと出したいなと思ってるんですけど、ちょっと出してみようかなと思って、ちょっと待ってくださいね。うん、南インド、シェフの登場しました。トラニチグ、ミチグです。ミチグ、こんにちは。I am so new. I am so new. Please come to Harsh. Please come to Harsh. 食べに来てください。その君がですね、ティーな。ティースペシャリストね。チャイがこうやってね。こうお砂糖とね。あとでちょっとやってもらおうか。やってくれます。恋愛くる。本当ににこやか。ありがとうございます。ダニアワン。はい。で、今日ですね、地図を、出したいなと思っているんですけれども、この私のね、手際がいまいち良くないので、南インドですね。南インドですね。はい。はい、タミルナド州。南インド、アルナチャラという、はい、丘、山があります。アルナチャライコール、これシバシンが修行したと、シバシンの山だと言われておりまして、でここに、ラムナ・マハルシ、シリ・ラムナ・マハルシという聖者が16歳になってこっちが来て、まあ、悟りが開けたというか、このアルナチャラという丘、山のあちら、そちらもそのあちこち、洞窟といいますかね、ケーブ、洞窟の中にいろいろなところに住んでたんですよ。で、最後まで、このアルナチャル丘にもうずっと、住んでて、でこれはもう聖地。もともとアルナチャルという丘が、山が聖地なんですけども、さらに聖者がそこでずっと修行して、彼は特にそういう宗教は広めたいとか、そういう人じゃなくて、自分には弟子も作らないような人で、すごくみんな、普通な人間として、自分も普通な人だという教えで、もう修行ばっかりずっとしてて、物も持たない。本当のサンニャシっていう、出家者みたいなね。サンニャシっていうのは出家する人。もう自分に財産や物や、ユニクロの服とか持たない。物を持たずに。物を持たずに。はい。瞑想したり。瞑想して。もうずっとお金入って瞑想したり。修行する。修行。ね、ですこのグルとは違うんですか？グルとは違う。ですからね、彼は自分はグルですとか、自分の弟子を作りましたが、いっぱい人が私についているというふうな感じではなかったんですね。でも、インドであろうが、日本であろうが、やっぱりその、お釈迦様でもグルですからね、一応。で、その人について、いろんな人がついていくと、まあ、グルと呼ばれますけれども、
実際に自分はグルですということは、言ってなかったんですよね、はい。自分でグルって言うんではなくて、人がついていく。人もついていく。いっぱいついてきて、ですから、こそ今、そのラムナ・マハルシ・アシュラムというのがね、今度10月にご参加される方は、その中に体験できますけれども、ラムナ・マハルシはどういう方だったとかね、というのはちゃんと説明できるけれども、そのアシュラムがあるのは、そういうグルの神座がいたからあるんです。でも、彼は特にそういうグル、自分はグルだったということは言ってなかったんですね。はい、ちょっとじゃあまとめると、今地図が出たかどうかもわかりませんね。今ちょっと私の操作がわからなかったので、まず場所はインドの南の方。タミルナドゥ州。そうですね。チェンナイというのが皆様わかると思うんですけども、チェンナイから、車で3時間か、3時間半ぐらい。結構離れてみる。うん、100ね、60か70キロぐらいありますので、だいたい3時間から4時間かかりますね。チェンナイは今回デリーから行くんですけど、デリーから何時間ぐらいですか？デリーから飛行機なんですので、飛行機はデリーから2時間40分ぐらいかかりますね。2時間40分ぐらい。はい、で、デリーからチェンナイに着いて、そこからまた車で、3時間から4時間。4時間ぐらいで、ティルヴァンナ・マライ。ティルヴァンナ・マライというところに行って、すごい本当に素晴らしいところですので、ぜひ皆さん修行して、見てください。そのね、聖地って言われてるところだと思うんですけども、今ちょっといろいろ話してもらった、ガーッと話してもらったんですけど、山が、アルナチャラという山が、チャラ、はい、丘というか小さい山。まあ、そうですね、そのみんなそれを回って修行するんですよ。ぐるぐる回ることが、歩いて、裸足で歩くことも。裸足で歩く、はい、みんな。痛くないんですか？そうですね、痛いでしょうけど、やっぱそれが修行なんで。その周り、どのくらいで回れるんですか？その何キロですかね、あれは全部で多分、時間でしたかな。時間、結構時間かかります。歩くときに、お祈りしながらとか、そういう感じで。私たちはヒンズー教だと、シバの山ですから、シバのマントラを唱えながら、巡礼をするか、もちろん人は何か自分が良くなりたい、例えば、若い女性が結婚したいと、でしばしに本当にいい旦那を見つかるように、何でも大丈夫ですよ。何か自分はビジネスを成功したいと、自分はもうこれから物も何もいらないから、もうマインドだけも幸せにしてほしいとかね、そういう何でも自分のお好きなもうリラックスで、ヒンズー教だから押し付けられることはありませんので、もうしばしんしばしんしばしんと、もう108回唱えてもいいし、1800回唱えてもいいし、やっぱりしばしんでインドを好きな方とかだったら知ってると思うんですけど、しばっていう神様がやっぱり一番こう有名って言ったらね、そうですね、やっぱりインドでですね、メインな神様、創造神と言われて、創造神はブランマン、ブランマは創造、ブランマ、ブランマは何でも作るの、創造しまして、ビシヌ2番目、ブランマは1番、ビシヌが守り神、人間とか私たちみんな守ってくれるの、シバは破壊者なんですよ。シバは破壊者。いつも破壊が後ろについてるんですよ。私たちは。破壊って壊すってことですか？壊す。最終的に人間ってもう死ななければならないというふうになってますから、シバ神は破壊者として有名なんですが、やっぱりシバ神にいろいろな昔からシバ神は破壊者として、初めに恵まれてた、お祈りをされてたんですね。だけども、ガネーシャという自分の息子。ガネーシャはシバシンの息子。ガネーシャってゾウの顔してる。ガネーシャはゾウの顔してるのがシバシンの息子なんです。で、その息子が、一時期、ある時、門番してた時に、自分の首を切られたの、お父さんに。シバシンに首を切られたんですよ。喧嘩して。で、そこで、
お母さんに怒られて、パルバティに怒られて、パルバティが怒られて、シバシンの奥さんね、ガネーシャのお母さん。そこでシバシンが初めてゾウさんの首をつける。うん、その時から、ガネーシャよりも、シバシンよりも、ガネーシャの方が初めに拝むことに変わったんです。もう、ガネーシャに自分のその拝むことを譲った。だからみんなこれから私でなくて初めにガネーショを拝みましょうという、ね、ストーリーがありまして、ね、その辺のストーリーもすごくね多分いろいろ深いしインドのことをね知ろうと思ったらもうすごい、うん、いろんな話があると思うんですけど、まあ、そのアルチャナというのはシバシンそのものの山というふうに言われていて、うん、シバリンガムというのはこういう形してるから、はいはいはい、もう、うん、シバリンガムシバリンガムなんです、ね、そのものそのものはその山がシバリンガムそのものだとシバシンそのものです、ね、すごい神聖なものだからそこに行ってみんなその周りをまあ、パリックルマと言いますけどね、プリックル巡礼のことはパリックルマ、回ることがプリックルマ。そこをプリックルマと。プリックルマ。というのが、そのティルバーナマライに行く人たちの、うんまあ、目的ですよね。そうですね。はい、今回、初めてその南インドのね、ツアーの企画をするんですけど、その、ラマナマハリシという聖者は、すごくまあ、有名というかね、うん、そのさっきちょっと話になりましたけど、アシュラムっていうのがあるんですけど、はい、アシュラムっていう割とヨガとか瞑想好きでインドとか行く人は知ってると思うんですけど、うん、アシュラムってどんなところですか？基本的にアシュラムというのがそのヨガの道場でもあり、道場、うん、昔学校のこともグルクルアシュラムとかね、うん、もうそこに行って勉強する。ヨガも勉強の一つだったから、インドでは。なので、ラムナ・マハルシ・アシュラム。ラムナ・マハルシが持っているアシュラムで、ラムナ・マハルシの教えとか、彼の今までの人生、最後までの人生のこととかね、あとは瞑想できる、瞑想のやり方とか、お寺もあるし、そういう、まあ、いろいろな、活動、いろんなことをしているアシュラムなんですけれども、アシュラムの細かい色は意味はいろいろあります。なので、ヨガ道場のことも、ほとんどアシュラムと言います。まあ、なんだろう、学校というか、その学ぶ場所とか、そういうふうな大きさ。そう、学ぶ場所ですね、アシュラムに。宿泊もできて、そこに申請でいても、アシュラムイコールホテルじゃない、贅沢はできませんから。ということはもう自分の一つの洋服、とか下着持って毎朝それを洗って、またそれを着替えて2つね、そういう本当にシンプルな生活をするところはアシュラムというのもありますね、いろんな意味で。そうですね、いろんなところにアシュラムというのがありますけど、今回はそのシュリ・ラマナマシ・アシュラムのテルバンナマライのアシュラムですね。そこに今一応体験で行きます。はい、ね、でそこは大体今瞑想とかを中心に、そうですね、お寺があって瞑想もしたり、観光お祈りもしたり、うん、いろんなその、まあ、中の日程があります。はい、もう見ることができるし、見ることもできる、丘も上がります、上まで行きます。周りをその歩くだけじゃなくて山の上、ね、歩くの方が大変なんです、うん、あ、そうです、結構だから、まあ、私前もおかげさまで行ったことございますので、歩けない方もいるので、その時は車で回っちゃうんですけれども、ただ山は必ずね、どこに修行されたか、ラムナもあるし、はい、そこのラマナ・マハリシって聖者がその山で修行した場所は必ずご案内したいと思っています。すごい、その山の登っていくと、ここで瞑想しましたよとか、そういう場所は洞窟の中に入ります。そのもう本人がその洞窟に、なんですかね、瞑想したところの中に入って、皆さんもしばらく瞑想させてもらいます。みんなもその洞窟に入ってみることができる、もう瞑想させていただきたいですね、ちょっとぐらい。みんな待ってるから、順番で5分でも10分でも、そこに行っても、そういうのが感じてもらいたいと思ってます。すごいですね。じゃあもう実際に、ラマナ・マハリシがやったように、自分もその洞窟に入って、瞑想を体験しちゃ う, う、はい。うん。やっぱりね、これはここで話してもわかんないと思うんですけど、行ったらね、やっぱり、でも息が止まるのすごい、なんかね、感じます。エネルギー感じます。こんな私も感じます。いやもう本当に。うん、じゃあそこにラムナ・マハリシのなんだろうな、
魂っていうか、人があるみたいな。うん、私、今、話してもなんか鳥肌が立つような、うん、あれになるから、うん、やっぱり、うん、説明ができないという、うん、その環境があるので、その環境はお客さんに、まあ、今回ね、日本人って来年の予定は今しちゃうからね、今回10月で行けたら本当に、うん、嬉しいですけど、まあ、万が一行けなくてもね、またそういうのが何度か、クラブワールドさんのおかげでさせていただくので、ぜひ聞いてみていただければ、はい、そこに、もう一回体験させたいなと本当に思ってます。でも今ちょっとお話聞いて、やっぱりティリバンナマラすごいところなんだなというのがこう伝わってきました。いや本当にもうこれはなんかのインタビューじゃなくて私がそういう話してるときはちょっと緊張っていうかすごいともうあ蒸気熱い状態、うん、熱くなってエネルギーが高まってきちゃってるってことですね。と思います。はい、それすごい感じます。だからもうそこをつりまなまらいでもう、まあ、短い時間かもしれないけれどもみんなが瞑想してみることによって、その聖地とかね、うん、そういう心の場所の力とか、うん、エネルギーが体感できる、うん、私が自分のその今回のね、ツアーの説明じゃないけども、やっぱり私がおかげさまで、クラブワールドさんともインドの方に、どんどんツアーをさせていただいて、前もね、他とも、いろいろなところでさせていただいたけども、ほとんど私が、やってるのはスピリチュアル系なんですよね。まあ、なんでかよく自分もわかんなくて、本当に、アグラジャイプルとかね、タジマハルとかよくみんな行ってるところはやればいいんですけども、なんか私がそういう風になっちゃうんですね。なので、やっぱりティルワンナマライにも私が呼ばれてるかもしれませんし、あと、うん、と私は感じるんですね。だから、ね、前実はですね、ラメシさんには、北インドの、ね、リシケシュとか、それこそもヨガの聖地って言われてるリシケシュとか、うん、あと、ヒマラヤのね、ふもとの、4000メートルとか、ね、3000メートルとかの高いところにあるお寺の巡礼地とかも案内していただいたりとか、もう何度もお世話になっていて、うん、まあ、ここまで話して本当に日本語ももちろん完璧なんですけど、ラメシさんのこの、人間性とか人となりっていうのが伝わったんじゃないかなと思うんですけど、こんなナメシさんがですね、そのツアーの時は、皆さんをずっと連れて行ってくれるということで、ご案内したいと思ってます。インドはね、本当にいろんなところがありますし、全部もちろんね、どこもかしこも安全というわけでもないですけども、ナメシさんが皆さんをガイドしてくれて、ご一緒させていただきます。出ますので非常に安心、ね、日本語もバッチリですしインドに行けばもちろんねインドの語インド語で喋りますね話しますし、そういった文化とかそのスピリチュアルとかね、うん、政治とかも体感するのをすごく皆さんにしていただきたいけど、うん、やっぱり安心してみんなで行けて、うん、で自分じゃなかなかこう行けないようなところも連れてっていただいたりとか、うん、っていうことができるツアーになってると。でちょっと今日ね資料がそのチャイ載せないんですけど、クラブワールド、インドティルバンナマライ瞑想とかってこうチェックしていただくと今のツアーの、ご案内が出ます。7月にちょっと予定してたんですけども、それが延期になって10月になったんですけど、うん、日程はほぼ同じ日程で和子先生ですね、はい、やります。で、ヨガ、クラブワールドでヨガを教えてくださってる、和子先生も一緒に組んで、向こうでですね、うん、ヨガのレッスンも一緒にやったりとか、そういうこともできます。で、もしかしたら、ラメシさんのファミリーになったりとか、そうですね、そういう時間があれば、アットホームのね、普通のツアーじゃなかなかないような、最後に、ね、ちょっとした、出会いもあったりとか、というふうに考えています。なので、うん、一味違ったというか、もう一味も二味 も全然違う、ね、うん。もうこういうのがね、本当に、一回きりのこの、テルバンナマライじゃなくてね、もう月に1回ぐらいね、私いろんな正直ツアーで売れるとかね、商売したりとかじゃなくて、皆様に知ってほしいところがいくつもありますので、また本当に大関さん、こういう機会をね、作っていただきたいと思っております。どうも今日は。実はあれですよね、
これはちょっとシークレットがあんまりこう公表してないんですけど、夏に、ラメシさん故郷の村に行くっていう、うん、実はこともあって、はい、それ詳しく今話せないので、もし興味がある方は、うん、そうですね、ラメシさんが、あなたはいいですよって言ってくれると、うん、ラメシさんのそのふるさとの村ね、そうです。今回その商業的にしてませんので、あのツアーを売りたいとそういう意味してませんけど、プライベートね、私とあの、ね、関田さんとかあの、うん、森先生の、まあ、そういう関係でですね、一回その私の村の方に、そこは聖地なのでそこにご案内したいと思っておりますので、もしその次何かそれに対して時間もないし、もう1ヶ月ちょっとぐらいしかありませんけども、もし参加されたい、あんまり増えるともね、あの申し訳ないということ言って、うん、でもまあ、あの多分お二人ぐらいがまだ申し込めるかもしれませんので、あのぜひあのクラブの関田さんまで、あの情報を、興味はヒマラヤも見える、はい、ヒマラヤも見えるし、運が良ければトラも見えるし、まあ、トラはちょっと、ね、あの期待はしないでください。ゾウもいるけど、ゾウはなかなか出てこないんですよね。あのそれよりも修行ができる山奥、また上に行くんで、すごくもう修行してるんです、みんな向こうにインド人のお坊さんたちが。なんでそういう、あのそこは行きます。あ、行きます。行きます、決まってます。はい、でその村の人たちの生活とかも見れてね、うん、あの何ですか、あの牛をそうそう畑を耕してるんですね、うん、そういうの体験したり、そうね、その人数多くなるとそういうのがいちいち難しいけども、うん、ただやっぱり私がどうやって昔そこに生活してたっていうのがね、ちょっと皆様に感じてもらいたいと思っておりますので、はい、そういうのを企画します。10月のですね、まだ日程がはっきり、ね、決まってないんですけども、うん、クラブワールドのホームページと、あと森和代っていうふうに打っていただくと、和代先生の、ブログの方でも、ツアーを紹介します。まずはクラブワールドインドっていうふうに検索していただいたら、インドツアーの詳細を近日中に近々発表したいと思います。です、ね、はい、で、ラメシさん、お願いします。アテンドしてくれますし、ツアーのコーディネート全部やってくれますので、安心だし、楽しく、しかもこう自分自身と対話できるようなツアーができると思います。はい、あとなんか告知とかはないですね。うん、特にはね、ないけども、またこういうのがもっともっと同じようなところいくつかあって、うん、普通はその日本の旅行会社のパンフレットに載ってないところが紹介したいんです。私、普通のツアーは、他をやればいいんですので、うん、私はもうスペシャルだけね、誰も連れて行けない、危険とは言いませんけども、行きにくい。あの英語で言うと、I will take you where road ends. Road ends. Road ends. もう最後の道、なんか道っていうんですかね、まあ、終わるところまでね。道の向こうっていうかね、ロードエンド、もう終わり、行きたいという気持ち。私もそうです。私も本当に旅行会社でクラブワールドってやってますけど、やっぱりなかなかこう行けないとことか、普通に旅行したら体験できないようなことね、うん、皆さん体験して。もうあのクラブワールドの社長をね、小村社長にも、前一つ、私の村より全然奥なんですけども、上なんですけど、連れて行った時があって、小村さんもすごく、スピリチュアルなんで、本当にすごく、言っていただいたのは、多分感謝さ、すごい良かったとおっしゃってますので、はい、なかなかツアーの中にはないところなので、ぜひ、まあ、そういうローカルなところというかね、うん、実際のインドを知りたい場合は、お声かけてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日は、わざわざ、ね、でも、いつも日本にいるわけじゃないですか、ね、いや、いつも明日、インドに帰ります。ちょうどラッキーでした。お願いして、今日ライブ出ていただいてありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。その声のチャイが最後にちょっと、すごく、やってます。ねえ、バイセンティカネギルって言ってたやん。トモ君がですね、もしかして今、チャイを。チャイをね、ちょっと彼の、スペシャル。そこのボーイズは、ボーイズ、じゃあ、国産のボーイズがね、今ちょっと夏休みですのでね、お父さんと4年も会ってないんですよ。あ、本当にちょっと。初めて日本に来ました。はい、こんにちは。いざら。初めて日本に来たの？私、こっち日本語喋ってたよね。こんにちは。ナマステから始まる。ナマステー。あれ、ジャパニーム、テイツェ。私。
私がスミットです。スミット。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。お父さん4年ぶりだったの？だスミット。そうなんだ。いつもね、ここで料理作ってくれる。ナマステ。ナマステ。私はアミトです。どうぞ。どうぞ。よろしく。よろしく。よろしく。ナマステ。えらいえらい。それらが4年ぶりお父さんに会いましたね。佐野くんのチャイが。チャイをここに向かってね、今からです。チャイを作ってもらいます。はい、お願いします。おお、長い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 、すごいすごい。わかりますか、これお茶とチャイカプチーノ、そう、砂糖が混ぜたの今、ね、はい、混ぜたのを作ってもらいました。こんなになる、ね、すごい、すごいでしょ。ゴルゴもうちょっと上で、そう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 、すごい。はい、はい、私がではいただきたい。大丈夫、はい、このこういうね、カップに入ってる、はい、じゃあいただきます。はい、佐野くんいただきます。美味しい。てかね、ここに来ると必ず作ってもらうんです、うん、ありがとうございます。ダンリアワーノーミさんスペシャル。ありがとうございます。うん、まあこういうようなやらせていただきましたけども、今日どうでしたか？うん、おかげさまでよかったですね。そういうインドのことを伝えて、本当にちょっとさっさっと早かったかもしれないんですけど、もうちょっとね、もうちょっとね、私も計画立てて打ち合わせすればよかったなと思いますけど、でも皆さんきっとラメフさんの、言葉とかね、気持ちが伝わったんじゃないかなと思います。インドは暑いと思われてますけど、はい、そんな暑くないから、はい、もう10月から2月の間はすごくベストシーズンで、あと遠いと言われてますけど、7、8時間で行けますから、ハワイと一緒に行けます。同じ時間で行けますから、東京から、成田からハワイと同じ、東京からも JAL も全日空もインド航空も飛んでますから、もう7、8時間でインド行けますし、来るときはぴったり7時間ぐらいで帰ってこっちに、はい、おれますので、遠くもないし、はい、暑くもないからね。暑い時期があれば、ずっと暑いわけではないです。はい、ぜひそういうのがね。じゃあまた機会があったら、ぜひぜひまた出てください。日本にまたそういうのがね、また本当にいろいろインドを知っていただきたいと思ってますので、はい、ぜひそういう機会お願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ナマステ。ナマステ。